皆さんこんにちは、公認会計士の小林裕司です。本日は書籍の感想になりますけれども、安い日本価格が示す停滞という本を読んだ感想をお話ししてみたいと思います。今回はですね、安い日本価格が示す停滞ということで、日経プレミアシリーズから出版されている本ですけれども、これを読んだ感想を少し短いですけれどもお話をしてみたいと思います。私は公認会計士二次試験に合格して監査法人に入社した後ですね、比較的海外出張の機会に恵まれました。例えば中国、場所としては深圳という、経済特区の近くにありますトンガンというところですとか、香港ですね。ここは1週間ぐらいの単位で、合計年に1回ですけれども出張行っておりました。またそれとは別に棚卸しでこちらの国に訪問したりとか、あとはアメリカですとか、旅行では台湾、マレーシア等、いくつかアジアの方も中心に回ってみました。その時はですね、まだアジアで言いますと中国の GDP は日本を超える前でしたし、まだ日本の方が勢いがあるかなというような肌感覚がありましたが、今回この本を読んだ中で実態を見てみますと、私にとっては衝撃的な内容でありました。国内旅行でね、例えば、京都ですとか大阪の方に行った時に、なんとなくこう肌感覚では分かっていたんですけれども、書籍という形で改めて文字で見るとすごいインパクトがありますね。例えばですね、今はコロナ禍でなかなか海外の方も旅行で観光で来ることは少なくなっている状況ですけれども、コロナ禍前ですけれども、京都や大阪にこう行く時にはですね、ほとんどビジネスホテルが予約で埋まってるんですよね。で、大阪の方では、アジア系の方が観光バスでこう、例えば、ドン・キホーテとか家電製品のとか薬局とかですよね、そういうところにこう横付け、バスで横付けして、そこで買い物、大量に買い物する、爆買いと言われたりもしておりましたけれども、そういうことを目の当たりにしていた時だったんですよね。でホテルもですね、当日急に出張で行ってくだとか急な旅行とかになりますと、ほとんどビジネスホテルが取れないので、もうキャンセル待ちをこう狙いながら行くっていうような、そういうような感じもしておりました。もちろんですね、これは日本政府の当時の、インバウンド政策というものもあったと思うんですけれども、この本の中の、記事によりますと、日本の物価がね、こうアジア諸国よりも相当安いから、むしろ外国の方が来ていると。やっぱりここを見ると、私とかはやっぱり日本の物価の方が高くてアジアの物価の方が安いっていうような、小さい頃のイメージがありますけれども、今はもうそれがすっかりと逆転してしまっていると、こういったような内容になっております。あとは報道でも見ますけれども、北海道で言えばニセコの方のスキー場の周りとかですよね。日本人の方はやっぱりこうどんどん札幌市内の方に出てきて移住してしてしまって、ニセコの方に住んで、 もちろん家を買ったり別荘を買ったりするのは、オーストラリアとか、欧米の方ですとかアジアの方も別荘地として持っていると。こういったような逆転現象が起きているということなんですよね。ランチも日本人にとっては高いと思う値段だけれども、観光で来ているそのアジアとかの方に比べると安いと、こういったような逆転現象が起きているんですよね。またコロナ禍でも炙り出されましたけれども、こう日本の労働生産性が低いというようなことも改めてこの本の中には書いてありました。主要先進国の中では日本のこの労働生産性というものはどうやら最下位の状況のようですね。平均賃金もなかなか上がらないというデータも紹介されておりました。これもですね、実感はあるところではあると思います。監査法人十数年前の初任給と今の初任給っていうものはほぼ変わらないんじゃないかなというふうに思っています。例えばね、こう物価が上がった分だけ給与も上がってくれないとね、所得としてはね、目減りしている感じなんですけれども、なかなか物価の上昇に合わせて給与も上がるっていうことはほとんどの企業ではなかなかないんじゃないかなというふうに思っています。印象的だったのはですね、私が住んでいるこの町田の地域なんですけれども、この書籍の中でアジア、その中国のアニメ市場、アニメ制作の下請けをこうやっていると、そこがこう町田の中にあるということで紹介されておりましたけれども、今はこう中国のアニメ制作の下請けを日本がやっていると、こういったような事例も出てきているということで、だんだんこう逆転していってる感じがしますよね。今若い方からすれば、これが当然というような認識なのかもしれませんけれども、少しこの本を見ると、私としてはちょっと悲しい気分になります。この本ではですね、その他にこうエコノミストの方や学者の方がコメントを寄せているんですけれども、
その中で印象的だったのは、生活水準を下げない節約は、まあ、してもいいと思うけれども、支出を切り詰めるのではなくて、収入を増やす努力にシフトした方がいいんじゃないかというようなコメントがありました。この収入を増やす努力、まあ言うのはね簡単なんですけれども、じゃあ具体的にどういうふうな手段があるんだってところはやっぱり悩まれるところじゃないかなというふうに思います。そしてこの良いものは良いものとして適正価格をつけた方がいいんじゃないかと、いわゆるその価格競争力としてこう低価格路線を行くんじゃなくて、やはり品質に見合った価格をつけていかないと、まあ、その会社で働く従業員の方への給与も払えなくなってくると、まあ、こういったようなことが書いてあります。これをですね、公認会計士の業務に当てはめるとどうなるのかということなんですが、監査の品質ですよね。監査の品質に対して、まあ、クライアントから監査報酬が払われるわけなんですけれども、当然監査法人側からしたら、いっぱい工数もかかるし、新しい基準もできるし、品質管理も厳しくなるということで、当然、その工数や品質に見合った報酬をクライアントに請求すると思いますけれども、対するクライアントとしては、監査というものはコストとして捉えられている面が多いと思いますので、できるだけやはりコストを下げたいという誘因が働きますよね。そうするとなかなかやっぱりこう監査報酬の大幅な値上げというものは見込めない、まあこういったような状況が続くんじゃないかなというふうに思います。その中でですね、監査法人としては今度は人件費を抑えなきゃいけないということですよね。公認会計士として監査、いわゆるその、まあ、人事評価をどうやって上げていくかということなんですが、なかなか人事評価で上げるっていうのはどうでしょうかね。実感として難しいんじゃないかなというふうに思っています。いろいろこの人事評価のね、評価項目というものはそれぞれあると思いますけれども、ここの本で言っているその収入を増やす努力というものは、そういう人事評価をね、上げるっていうことじゃないとは思うんですよね。例えばね、副業ですとか、まあ、株式投資とか、主たる収入源以外にも収入源を増やしていかなければいけないんじゃないかというようなことをこのコメントでは書いてあると思っております。まあ、そういった中でね、この公認会計士を持っているということは、この収入を増やす努力をする際の大きなアドバンテージになるんじゃないかなというふうに思っています。もちろん無資格の方であっても素晴らしい能力を持っている方はいらっしゃいますけれども、公認会計士ということで、まあ、この資格が持つ、まあ、優位性ですよね。持っていない人と持っている人とパッと比べた時にはやはり資格を持っている人の方が優秀に見えやすい、まあ、そういった効果もあると思いますけれども、あとはそこから自分がどうやって収入を増やしていくチャンスをつかめるかということなんですよね。まあ、私自身もいろいろ監査法人を辞めてから、まあ、どういった風に収入源を確保していかなきゃいけないかなというところは今でもまあ完全ではありませんし、努力しているところですけれども、いくつかね、あの幅広い収入源を確保していかなければいけないんじゃないかなということで、いろいろ活動を今しております。監査法人をね、退職しろと言ってることではないんですけれども、監査法人にいるだけでは今後は収入面でいくと安泰ではないというふうに思っております。まあ、これは当然資格を持ったから将来安泰だというものではないということと同じですけれども、ぜひですね、この安い日本、価格が示す停滞という本を読んで、今現状の日本というものがどうなっているのか、そして監査法人のクライアントというものは、いわゆる日本のね、大企業、日本の一部上場企業が多いと思いますけれども、そういったところがどういったところに苦しんでいるのか、まあ、こういったところもこの本から背景を知ることが大事じゃないかなというふうに思っておりますし、これが引いては、監査リスクの特定にもつながるんじゃないかなというふうに思いました。本日はですね、この書籍の感想ということで、安い日本、価格が示す停滞という本を紹介させていただきました。また、皆さんからもリクエストがありましたら、ぜひコメント欄からコメントいただけると本当にありがたいと思っております。それでは、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは公認会計士試験に関する情報や公認会計士として思ったこと、感じたことを発信していきたいと思っております。動画の内容が役に立った、ためになったと思う方は、ぜひいいねボタンを押していただけると助かります。また、チャンネルを応援していただける方は、ぜひチャンネル登録をしていただけると、動画作成の励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。